東白川村は岐阜県加茂郡にある村である。東白川村中心部慶応4年の神仏分離令に始まる廃仏希釈運動により仏教建造物の多くが破壊され、現在まで再建が行われなかったため、日本国で唯一、域内に寺院が存在しない自治体である。なお、世界遺産白川郷のある白川村は同じ岐阜県であるが、飛騨地方野郡であり、 全く離れた場所にある。岐阜県東部、美濃川高原に位置し、加茂に属する。標高1000メートル前後の山に囲まれ、村域の90%を山林が占める。村の中央を東から西へ、白川が貫流しており、白川とその支流沿いに集落が分布している。山地河川村役場脇にある、四つ割の南無阿弥陀仏碑 廃物希釈時に四つに割られて庭石などにされた後、廃物希釈後に破片を集め修復されたもの。中央に割った時の跡が残る村長役場村議会、東白川村には2020年現在、姉妹都市、定型都市は存在しない。国内放送局道の駅舎の里東白川村内を通る鉄道路線はない。最寄りは JR 東海高山本線白川口駅。 路線バス国道県道のお道神が神社、東白川村うこぎ地区の茶畑。同地区は白川茶発祥の地である。ありがとうございます。